俺が裁く。はい、こつの申し目部屋へようこそ。はい、それで昔ちょっとなんとね、昔って言っても同じちょっとありますが、はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するフィギュアはこちら、バン。はい、ゾロワンピースのグランドライン面和の国編、和の国編で鬼ヶ島戦のゾロですね。はい、こちらをね、今回は開封したいと思います。早速ね、中身、袋の状態ですね、見ていきましょう。はい、袋の状態、まず本体、はい、で、手パーツ、台座で、刀ですね。もうすでにこちらはエンマですね。はい、といった構成ですね。はい、では早速組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。こちら、俺は楽しむ時間なんてねえんだよ。はい、いや、まあプライズ品レベルっちゃプライズ品レベル、うん、まあでもね、うん、この立ち姿はすごいかっこいいですね。刀を抜く指の仕草、うん、これも結構様になってていいですね。エンマを抜こうとしている。で、衣装もね、やっぱかっこいいね。この黒の衣装、これはすごくかっこいい衣装だなと思いますね、ゾロの中でも。で、まあ、肌はね、もう成形色ですね、うん、陰影もないです。シャドウ拭いてたりするのはない。はい、で、若干ね、ここら辺の、服の方がちょっと薄くなったりグラデーションになってるのかな、まあ、これあえてのグラデーションかと思いますけれど、まああとはそうですね、もう成形色っていう感じで、髪の毛もね、うん、まあプライズレベルですね、うん、で、顔、うん、まあプライズレベルプライズ品にしてはよくできてる方だと思いますね。まあ、ゾロのね、ほくそ笑んでいる感じ、うん、なかなか似てるんじゃないですかね、うん、はい、まあ、久々に手にしましたね、グランドライン面。大きさってこんなもんだったかなっていう感じで手に取ってますが、まあ、ことの方がちっちゃいんだね、うん、久しぶりに思ったけど、うん、まあでもありっちゃありですね、うん、まあゾロ好きにはいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、最後は回転台座に回して
お別れしたいと思います。ということで今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。